実はこのアイキャッチ SEO と結構関係あるんですよ。フリー素材を使ったり知ってませんか？ Google も画像を認識する一つの要素として認めてるってことになるんですね。 CTR、 クリックするレシオが高くなるんですよ。この画像を見れば記事すら読む必要がない。画像とその記事とキーワードとの関連性ですごく紐付けるってことで SEO にすごくいい状態だ。皆さんこんにちは。フォーユーザーズ SEO コンサルタントの井端です。本日は SEO に強いアイキャッチの作り方っていうのを解説したいと思います。まず皆さん、アイキャッチってピンとこない人もいると思うので、何かっていうと、これブログの冒頭の上ですね。ブログのテンプレートにもよるんですけれども、このように写真アイキャッチっていうんですけども、アイキャッチをつけるじゃないですか。もちろんテンプレートによってアイキャッチが小さい場合もあるし大きい場合もあるってことなんですけど、これ私 EC サイト、EC アプリって検索すると1位とか2位で出てくる私の書いた記事なんですけれども、このようにスマートフォンを模したアイキャッチを使ってるんですけれども、このアイキャッチ皆さん適当に作ったりフリー素材を使ったりしてませんか？実はこのアイキャッチ SEO と結構関係あるんですよ。なので今日は SEO に強いアイキャッチの作り方、そしてどういうアイキャッチがいいのかっていったところを徹底的に解説したいと思います。はい、まずアイキャッチをつけないという方法もありえるんですけれども、アイキャッチなしっていうのはありえないんですね。それはなぜかっていうと、Google の画像検索、これ画像検索なんですけど、EC アプリで画像検索すると、この赤い枠の部分、これ私の先ほども書いた EC アプリなんですけども、画像検索にも引っかかるようになってくるんですね。つまり、画像検索で引っかかるっていうことは、Google も画像を認識する一つの要素として認めてるってことになるんですね。なので、このような観点からも、アイキャッチはちゃんとコンテンツの一部っていったことをしっかり考えていって、Google に対して認知を獲得していく、認知を増やしていくっていうことが SEO 対策の一つになるんですね。例えばですね、この1位のコンテンツ、私の知り合いが書いたものなんですけれども、出産の流れイラスト、これ意外と検索数多いキーワードなんですけど、で、検索すると、このコンテンツが1位出てくるんですけれども、見てください。これ、実はアイキャッチが出てきてるんですね。1位だからここに出てくるってわけじゃないんですよ。Google がなんでアイキャッチをここに出してるかっていうと、おそらく、この出産の流れイラストというキーワードと、このアイキャッチが関連性が高いから、Google 最近 AI でそこまでこの画像が何を表しているのかっていうのが分かるようになってきてるんですね。なので、検索結果のここにアイキャッチが表示される。そうすると何が起こると思います？そうすると、CTR、クリックするレシオが高くなるんですよ。なので、ここに出てくるとクリックがめちゃくちゃされるんですね。そうすると、コンバージョンが増えていく、売り上げが増えていくってことになるじゃないですか。だから、このアイキャッチを関連性のある独自のコンテンツを作って、検索結果にも出す。そしてクリックレシオを高めるっていうのは非常に重要なことなんです。では、アイキャッチの役割っていうのをちょっと整理してみたいと思います。はい。まず、そもそもアイキャッチの流れっていうのは、検索結果 Google 云々の前に、ブログ内でそのコンテンツを見つけやすくするっていう役割があるんですね。例えば、これブログのトップページをちょっと一部キャプチャーして持ってきたものなんですけれども、どういったブログのテンプレートでもガーッとコンテンツの一覧が出てくると思うんですけど、その中に、例えばこれ YouTube チャンネルについて書いてるんですけれども、なんか YouTube のアイコンがあって、パッと目が行きますよね。なので、そのカテゴリーページとかトップページでブログがガーッて並んでるところで、そのコンテンツを見つけやすくするためにあるんですね。だから、そのことだけを考えると、作り込んでその一つ一つを目立つようにすればいいんですけれども、これでもちょっと矛盾をはらんでて、一つ一つをクリックをされるために徹底的に作り込むと、全てが目立つコンテンツになって世界観がちょっとずれてくなってくるんですね。そうすると一つ一つの記事としてはクオリティが高くなっても、このブログ全体の世界観っていうのがずれてくるので、そこはバランスを取る必要があります。なぜなら世界観がずれるっていうとリピーターがつきにくくなるからですね。はい、それでは2番目、役割の2番目、記事に対する期待感を生むため。これどういうことかっていうと、例えばこれ私が書いた EC アプリっていう記事のアイキャッチなんですけれども、EC アプリなんで、一応こういうスマホとアプリが映ってて、ちょっと期待感が生みますよね。それと自画自賛じゃないですけれども、やっぱりこれフリー素材じゃないですよ。有料の素材を使ってるってこともあって、記事のクオリティの高さっていうのをユーザーに想像させるってところもあるじゃないですか。なので期待感を生むためってこともあるんですね。
ただしこれがですね、よくあるあの、まあ、この方に恨みはないんですけども、フリー素材で多いじゃないですか。例えばとか女性がとかやってんの。そんな記事見た時に、その記事が専門家が書いている、詳しい人が書いているっていう突出感って出ますかね。僕出ないと思います。そして Google もあ、よく使われているフリー素材だって思うはずです。なのでできればこういうのとかは避けといた方が無難です。それとまあフリー素材についてはまだ解説するんですけれども、まあ、フリー素材よりも有料素材、そして有料素材よりも自分で作ったコンテンツっていうところが、まあ、アイキャッチとしてはいいのではないかなと、思っております。なぜならやっぱり期待感が持てますよね。自分で作り込んだアイキャッチ、あるいはまあ有料のクオリティの高いアイキャッチっていった方が、フリーの素材よりもそのコンテンツに対する期待感を生むので、なのでやっぱりここのアイキャッチのクオリティっていうのは非常に重要になってくるんですね。はい、アイキャッチの、3つ目の役割なんですけれども、アイキャッチ自体でユーザーの悩みを解決するってこともできるんですよ。これどういうことかっていうと、これも私の知り合いが作ったコンテンツなんですけれども、出産準備入院バッグっていうキーワードで出てくるんですけれども、これ見てください。もうなんとですね、出産の準備に、まあ、どんな用意が必要かっていうコンテンツなんですけれども、もうブログの記事読まなくても書いてあるんですよ。ショーツが必要とか、ストローが必要とか、パジャマが必要とか、靴下が必要とか、ここに全部書いてあるんですね。もはやこの画像を見れば記事すら読む必要がない。しかもこれ全部お手製で作られてるんです。これってすごく唯一無二の独自コンテンツですよね。そしてこれを見ればユーザーが解決するってことは、 Google は最近この画像の内容まで分かるようになってきてるんですね。もうここまで作り込んで、このアイキャッチで答えを提示できていれば、これって Google がすごく画像とその記事とかキーワードとの関連性ですごく紐付けるってことなんで、 SEO にすごくいい状態なんですね。このようにアイキャッチでユーザーの悩みを解決しよう、もはやこの下にあるブログを読まなくてもいいよっていう状態にするってことは最高の数だと思います。ただし、ここまでずっと読まれないってことじゃなくて、ここまでやることで、あ、この人はブログ作り込んでいるっていう期待感が持てるので、結果下まで読まれることになるんですね。だから、ここで答え出しちゃったら、読む人いないじゃんっていう人は間違いです。こうやって作り込むからこそ、下まで読む価値があるっていうふうに、Google は見出してくれるんですね。では、どんなアイキャッチがいいかっていったところなんですけれども、やはりですね、一番いいのは、独自に作ったコンテンツ、自分で撮った世界で唯一無二の自分だけの写真を使う、要するにどっかから有料で買ってくる、フリーで買ってくるっていうよりは、自分で作ったコンテンツ、自分で撮った写真っていうのが最高のコンテンツなんですね。例えばこれだったらもうさっきと同じですね。もうアイキャッチで悩みを解決できる、アイキャッチ自体がコンテンツにしてしまって作り込んでしまう、これも唯一無二じゃないですか。世界に一つしかありません。そしてこっち、これ海の写真で私なんですけれども、私な、まあ、このチャンネルでも何度も言ってますけれども、東京シュノーケリングブログっていうのをやってて、まあ、あの概要欄にこのブログのリンク貼ってて、まあ、よかったら見ていただきたいんですけれども、まあ、シュノーケリングのブログ書いてるんですけれども、このように私は自分で撮った写真を使ってるんですね。その中でもなるべく綺麗で、うわこの海行ってみたいって思うような写真を使ってます。これは私が撮った写真なので唯一無二です。このように作り込んだもの、自分で撮ったもの、唯一無二じゃないですか。こういった独自のコンテンツ、そしてそのコンテンツと関連性の高いアイキャッチこそ Google から高い認知が得れます。なぜなら唯一無二だからです。 Google いろんなコンテンツ見てる中で一つしかないものっていうのはやはり突出してみる、目立つんですね。で、目立つものっていうのは人間も Google も認知しやすい、認知しやすいってことは Google の、 あの検索結果も高められやすくなる土壌ができるってところで、このように認知を高めるために独自コンテンツを作っていくのは非常に重要なんですね。ではフリー素材は悪いのか。私今月に20記事書いてます。で、その中でやはり残念ながらアイキャッチまで作り込むかことができない現状があるんですね。これ私のブログなんですけれども、ここアイキャッチ見てください。これフリー素材使ってますが、この赤い枠のとこ見てください。要するに一手間加えればいいんですよ。私もフリー素材使ってて、ここに文字入れてます。これパワポで作ってるんですけれども、やはりフリー素材を使う場合は一手間加えることで独自の要素にしていくっていったことで、これだけでも独自の価値、まあやはり作り込んだもの、自分で撮った写真素材にはかなわなくても、フリー素材に一手間加えることでそれよりも価値が高いものになってくる。
見やすくなってくる、期待感を抱けるってことがあるので、こうやってフリー素材を使う場合は一手間を加えるってことも重要になってきます。はい、それではまあここまでで、まあ、どういうアイキャッチがいいのか、そしてアイキャッチをどうやって用意すればいいのかってことはご理解いただけたと思うんですけれども、最後にちょっとさっき話した部分でもあるんですけれども、この世界観の統一ってところについて最後に話したいと思いますね。先ほども言った通り、全部作り込んじゃうと世界観がちょっとずれてくるんですね。だからやっぱり統一感っていうのも重要になってくるんですよ。なぜなら、この、まあ、ブログを書くこと自体、まあ、コンテンツマーケティングって言われる手法なんですね。まあもちろん僕のこの YouTube チャンネルもコンテンツマーケティングの一つなんですけれども、その時重要になってくるのが、どのコンテンツ見ても世界観が統一されていることってところで、例えばこれ私の東京シュノーケリングブログのトップページなんですけれども、まあこのように海の写真が点々としてるんですけれども、一つ、まあ、共通点があって、まず自分で撮ったもので、そして、まあ、クオリティの高いものを並べるっていうことで、私の東京シュノーケリングブログは、この世界観を演出してるんですね。で、この世界観を統一することで、リピーターがいろんな検索で、この時はこの記事、この時はこの記事って言った時、世界観が統一されてると、まあ、ブログのテーマが同じってことも重要なんですけども、あの人の書いた記事だ、東京シュノーケリングさんの記事だってなって、そうするとリピーターがつきやすくなるんですね。で、やっぱりこのコンテンツマーケティングの目的っていうのはファンを作ること。要するに収益を高めていくっていったところは、まあアフリエイトでも企業でも、やっぱりファンを作って繰り返し見てもらうっていうのは非常に売り上げが高まるし、そして Google の評価も高くなりやすいっていったことがあるので、ファンを作ることが重要なんですね。そしてそのファンを作りたい土壌を作るっていうのは世界観を統一していくってことが重要なんですね。だから私先ほど、アイキャッチを作り込んでいくことが重要って言いました。ただし、一つ一つに特化して作りすぎると世界観がバラバラになるので、そこはバランスをとって作り込むことも重要、世界観を統一することも重要ってことに気をつけてみてください。本日はアイキャッチについて語りました。アイキャッチがどれくらい SEO に対して重要なのか、アイキャッチがコンテンツマーケティングにおいてどれくらい重要なのかっていうのをご理解いただけたと思います。私のこのチャンネルでは、具体的に SEO の話とか、ライティングの具体的なテクニックとかコツを解説しております。他の、似たようなチャンネルと違う点は、私は自分の実例を使うようにしているので、自分の実例なので詳しく説明することができるので、教材、SEO の教材、ブログの教材としては、私のチャンネルは非常にいいと思っております。なので、ぜひ初めて見たという方はチャンネル登録お願いします。高評価もコメントもあったら嬉しいです。週に2日あげてるので、ぜひ勉強してみてください。本日はここまでです。どうもありがとうございました。皆さん、この度本を出すことになりました。10万 PV を生む EC サイトの SEO、EC 担当者はもちろん、SEO、特にブログライティングの専門書になっております。全国の書店、Kindle で発売しております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひポチッとお願いします。結構大きい本で専門書となっておりますので、ぜひ買ってみてください。テンプレートもついてるよ。